皆様おはようございますフォ,フォースタートアップス代表の清水でございますただいまより2022年3月期第1四半期決算説明会を開始させていただきますアジェンダですまずは会社,会,会社概要からフォースタートアップス株式会社 2016年9月に会社を設立し、成長産業支援事業という日本初めてのセグメント名の事業を展開して参っております。遠隔です。東証一部に上場しておりますウィルグループ一子会社一事業部門からスタートし、2016年9月に法人化。 2020年3月に東証マザーズに上場しておりますミッション・ビジョン・バリューをご紹介いたします7月に新ミッションを発表させていただきましたともに進化の中心へ進化の中心とは何かを時代に合わせて常に問いその目標を アップデートしし続けてていく姿勢を表現しておりますまたあえて「括弧ともに」と表現している理由は支援者という立ち位置のみならず時には自らが時代をつくる主体者創造主にもなるという覚悟を示しております。 またビジョンはススタートアップス2018年に社名変更し私たちが掲げていた4スタートアップスを社名としそれにより私たちの世界観は広がっております次にバリューですスタートアップスファーストビアタレントザ・チームこの3つのバリューを掲げております このバリューに人が集いそして共に戦い続けております創業の背景ですかつて日本は強かった GDP は2位生産性も2位競争力は世界1位でございましたそして賃金水準も世界3位豊かな生活を誇っておりました 平成の失われた30年といわれる期間を過ぎ現在では GDP が3位生産性は25位そして賃金水準は世界で25位まで下がっておりますそして競争力世界34位まで下がっておりますその理由となったもの新しい強い新産業が 生まれなかったことこれが原因です米中においては直近の半期アメリカにおいて16.4兆のベンチャー投資中国においては7.9兆のベンチャー投資日本においては0.3兆のベンチャー投資にとどまっておりますそこから生まれたユニコーンの数 US では388社中国では157社 日本では12社ここに大きな格差が生まれここから次なる成長力のある国の競争力にもつながるような企業が生まれてまいります。私たち4スタートアップスはかつて強かった時代のように新たなトヨタ新たなソニー新たなパナソニックをつくるべく強い産業をつくるための構造づくりに挑戦してまいりたいと考えております。 フォースタートアップスの現在の事業ポートフォリオです一つがハイブリッドキャピタルもう一つがスタートアップエコシステムを構成する事業サービスでございますハイブリッドキャピタルに関しましては企業から転職までをご支援させていただくタレントエージェンシーそしてベンチャー投資を行うフォースタートアップスキャピタルを 5月に設立してまいりました次にオープンイノベーションを手掛けるチームを新たに設立をしております資金調達支援データ課金パブリックアフェアーズなどを進めてまいりますそして私たちフォースタートアップスを支援するものそれがテクノロジーのチームです スタートアップデータベースならびに自社の社内システムは社内のエンジニアの者たちが作っていただいておりそれが私たちの成長を支えておりますフォースタートアップスの強みです。ベンチャー支援これは国家戦略であり 成長産業新興市場への資金流入はさらに拡大傾向 DX 化オンライン化は人材獲得競争の拡大の一途でございますまたベンチャーキャピタルと連携しイノベーションに関わるプレイヤーとのネットワークはさらに拡大そして過去 累計の人材支援数1820名というご支援の中で約32.6%がハイレイヤー幹部クラスのご支援となっておりますそしてデータベーススタートアップに特化したスタートアップデータベースを構築をしておりますスタートアップデータベースは2018年からスタートし現在では 1>, 1万3000社のスタートアップ情報を集約した国内を代表する情報プラットフォームとなっておりますテレビや新聞ウェブメディアなどで企業価値ランキング調達ランキングなどが発表する時の元データとしてスタートアップデータベースが活用されておりますそしてこのデータベースの構築は私たちの 大投機簿官報などをテクノロジーで収集さらにベンチャーキャピタルの皆様から投資先のポートフォリオの優先順位情報などを獲得それにより1万3,000社の成長企業をマーケット全体を序列化し成長性ランキングを私たちの中に持っております。その成長性ランキンキグ上位に対して 人材のの支援を行うのがタレンントエーージェンシー資金の支援を行うのがフォースタートアップスキャピタルそして大企業とのビジネスアライアンスなどを展開するオープンイノベーションを組み合わせ日本から世界で勝てるチームを育成していくこのビジネスサイクルは模倣困難性は非常に高いものと考えておりますそして市場環境です。 国内においては SBI 並びに WIL などが1,000億以上の新規ファンドを設立をいたしましたさらにグローバルにおいてはタイガーグローバルが過去最大のベンチャーファンド7,000億ファンドを設立そしてそういう資金は例えばセコイヤなどが出資を決められたスマート HR が 億調達されユニコーンとなられたりりしております4月から6月の調達総額は作対比でプラス28.6%で成長しており1社当たりの調達額も引き続き増加傾向にあります。 参考に政府ののスタートアップの企業支援策をご紹介いたします内閣府が発表した「我が国の成長戦略」2020年に発表されておりますがユニコーン企業を2025年までに50社創出することそしてベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を2022年までに倍増することを発表しております。 そしてオーープンンイノベーション促進税制グローバルに活躍するスタートアップ企業の創出育成に取り組まれてまいりますそしてこの資金調達市場はこの5か年 CAGR25% で成長コロナの影響を受け少し伸びは鈍化しておりますがここからさらにアメリカでも中国でも ベンチャー投資をより拡大をしてきている傾向値がございますので日本でもさらなる成長が見込まれると考えておりますそして主軸となるタレントエージェンシーの市場規模をご紹介させてください人材紹介市場2019年においては5874億の市場規模がございますその中において ホワイトカラーの人材紹介市場が3080億その中におけるテクノロジーセクター情報通信産業における人材紹介市場は748億の市場規模を誇っておりますそして私たちフォースタートアップスが手掛ける領域国内有力スタートアップにおける CXO ハイクラス人材紹介市場はおよそ100億と見立てております さらに私たちはこの領域以外のところにも染み出していく可能性を秘めておりますそして今後の市場ポテンシャルの成長性を示させていただきます資金調達市場が CAGR25% で成長していった場合4年後の2024年にはフォースタートアップスが主軸となる 国内有力スタートアップにおける CXO ハイクラス人材紹介市場は250億規模まで拡大すると考えております。フォースタートアップスはこの中で圧倒的なシェアを握りながら拡大拡張を目指してまいります。2022年3月期業績予想です。8月に発表させていただきましたように業績通期 業績予想を情報修正させていただきました売上高は22億円営業利益は4億5000万円経常利益は4億5000万円当期巡礼期へは3億1000万円という数字を示させていただいております第一四半期においての情報修正となりましたので感覚値としてはアグレッシブすぎず保守的でもないという感覚での 数値の発表とお考えいただければと思いますその情報修正の理由は主軸,主軸であるタレントエージェンシーの好調な受注を背景としておりますもともと想定しておりました受注予算に対して予算超過受注額プラス一億六千三百万円四半期で超過しておりますこれは市場が良いこと営業戦略がハマったこと そして採用から育成マネージメントシステムが機能していることこの三点が挙げられますそして業績予想に対する現進捗です売上高に対しては23.9%営業利益経常利益に関しては31%の現進捗となります比較的進捗は今後も好調であると考えておりますですので 今期に関しては来期以降の成長を見越し徹底的な成長投資を行ってまいりたいと考えております当然さらに高い売上高利益水準を目指してもいきたいと考えております2022年3月期方針です第二創業期ハイブリッドキャピタル元年と捉え特に積極採用を継続してまいります過去最大の 人材採用、五十名以上を予定をしております。そして年度の売上高の推移です。今回情報させ情報修正させていただきました二十二億という通期の業績予想を加えると、この五カ年は CAGR プラス三十一パーセントの成長を果たしてまいる予定でございます。 二千二十年三月期をハイブリッドキャピタル元年と位置づけ、しっかりと成長投資を行いながら、今後も成長してまいりたいと考えております。次に二千二十二年三月期第一四半期の業績です。売上高は五億二千五百万円、対前年で七十四点九パーセント成長。 営業利益は一億四千百万円。対前年で二百十五点五パーセントの成長となっております。好調です。全社の受注額の推移です。こちらも過去ギネスとなります。五億七千六百万という数字となりました。 正社員の推移です採用強化を推進し社員数は順調に増加をしております全四半期対比で見ますと15名の増員となっております各サービスの状況ですまずはタレントエージェンシーまずはビジネスモデルをご紹介させてください 企業支援サービス。これはベンチャーキャピタル、大学などと連携し、企業潜在層の方に対して企業を提案。さらに事業案、プラス資金提供を行い、結果として強い企業を生み出すための種を生む。フィーとしては手数料、 並びにストックオプションなどを頂戴すするこれが企業支援のモデルです人材紹介においてはベンジャーキャピタルの皆様より投資先のポートフォリオ優先順位上位のチームをご紹介をいただきその企業における経営課,経営課題を確認をし経営課題を解決できる CXO 幹部人材から 私たたちがご紹介をスタートいたしますそのご紹介のスキームとしては外部のデータベースなどからその人的支援に見合う方をハンティングし結果ご入社が決定した場合成功報酬などをいただくこれが人材紹介のモデルでございます。そのタレントエージェンシーの四半期の売上高推移です。 こちらも好調でして、過去ギネスの5億1000万となりました。前年同四半期でプラス75%成長、直前四半期比で見てもプラス42.9%成長という形で成長しております。その原因となったもの、それは取引数です。 これも圧倒的過去ギネスの178件となりさらに高単価を維持しておりこの掛け算が高い売上高につながっておりますそしてフォース,ォースタータップスならではの支援としての企業支援新たに6社目をプロデュースをさせていただきました。ナブラモビリティ ボストンコンサルティングの方に今回起業をいただき空のスマートカーナビを展開するスタートアップを設立をいたしましたさらにお伝えしておきますと2019年の4月までにユアマイスターグラファーテラスというこの3社これはインキュベートファンドと共とに、えー、設立を支援させていただいた企業群でございますがここまでは次の調達ラウンド以降に すでに進み、順調に企業体として成長しております。次に、転職支援をご支援をさせていただいている。中途採用支援をご支援させていただいている企業群をご紹介をいたします。ここに並んでいるような、日本を代表するスタートアップ群に対して。私たちが圧倒的なシェアで、中途採用をご支援をさせていただいております。 過去ご支援をさせていただいた1,800名以上の方の中でその約10%の方々が経営幹部層となられます。その方々の事例はエヴァンジェというオウンドメディアにて特集を組んでおりますのでぜひ皆様もご参考にしていただければとは思います。過去ご支援させていただいた方々で見れば特に特徴的な方をご紹介しますと こコナラ CEO の鈴木様、スマート HRCEO の倉橋様、ベース CEO の山村様をはじめ、大変ご活躍さ,せてされておられる方々をフォースタートアップスの方でご支援をさせていただいております。トピックスです。タレントエージェンシー鑑賞の役員である常務取締役常田幸子がグロービス経営大学院のアルムナイアワードを受賞いたしました。 次にオープンイノベーションサービスをご紹介してまいりますビジネスモデルをまずご紹介いたします資金調達支援におきましてはスタートアップ企業などから調達金額に応じた手数料を頂戴します次にデータベース課金におきましては大企業を中心にデータ利用料が収入となりますパブリックアフェアーズは 行政。公共団体に各種プロジェクトが採択され。調査レポート作成収入などを得ております。オープンイノベーションの四半期の売上高推移です。こちらも堅調でして。前年同四半期比でプラス六十二点四パーセントの成長を示しております。受注も順調に積み上がっております。 トピックスです地方自治体との連携をスタートいたしました一つの事例としては浜松市のインキュベーションプログラムを自宅させていただいておりますそして地域密着型のプロジェクトも自宅をさせていただきました渋谷区において東急不動産とともにスタートアップエコシステムを構築してまいります そしてスス、タターーートアップデータベースこちらもベータ版としてデータ課金をですね進めるための準備を進めてまいりましたが正式版として今回エンタープライズをリリースし月額のデータ課金のモデルに参入してまいります。また5月に設立をいたしました4スタートアップスキャピタルに対し関しまして ご説明させていただきますタレントエージェンシーが培ってきた評価評判をもとに投資の機会を獲得し投資させていただいた企業群に対してさらにタレントエージェンシーの強みを持ってバリューアップさせるその結果として高い企業価値早い IPO 大きな IPO を目指すような企業群をより多く作ること。これを私たちは人材の支援と資金の支援を組み合わせたハイブリッドキャピタリとして支えていく。これが今回の私たちの取り組みでございます。さらに先ほどご説明させていただきましたように、企業支援においては高い水準の確率で 次の調達ラウンド以降に進んでまいりますのでこの企業支援においても私たちは出資を行うことそれを組み合わせて展開する投資サービスベンチャーキャピタルを作っていければと考えておりますそして昨日発表させていただいたのがォスター1号ファンドでございます最大15億円規模として ファンドサイズを拡大をさせてまいりたいと考えておりますア安価インベスターとしては過去から提携をさせていただいております SMBC グループ様とともに一号ファンドは設立をするというディシジョンをさせていただきました中長期を見据えた考え方となります。今期 ハイブリッドキャピタル元年と位置づけて今後事業展開を進めてまいります。まずはエコシステムを構築することスタートアップ DB を拡張しさらにスタートアップ政策の支援をしっかり行う VC 大企業と連携しながらスタートアップを育成するための仕組みづくりを行うその上においてデータに基づいた 人材の支援資金の支援を組み合わせたハイブリッドキャピタルを展開することこの事業モデルを成長させ成長産業支援のインフラとなるべく私たちは成長してまいります今後の売上高成長におきましても CAGR プラス30%を継続してまいればと考えております フォースタートアップスはすべてはスタートアップスのために世界で勝てる成長企業日本から生み出すこれが私たちの使命でございます今期業績は好調ですさらに打ち手をしっかりと打ち続けさらなる成長を目指してまいりますぜひご期待いただければと思います本日はご視聴ありがとうございました